フォッケウルフ FW56 フォッケウルフ FW56 フォッケウルフ FW56 シュテッサーは1930年代のドイツで製造された単発、単座、パラソル翼バ単用の高等練習機である。強度防衛戦闘機計画における協作機のうちの一つである。ドイツ航空省の要求する非常時には軽戦闘機としても使用できる高等練習機の使用に従って、 フォッケウルフ社の主任設計者であったクルトタンクによって開発された。1933年11月に最初の試作機が初飛行。1935年、協作機であるアラド AR76 とハインケル HE74 との比較審査の後、採用され、航空省に量産を命ぜられた。約1000機が生産され、主にドイツで使われたが、 他にオーストリアとハンガリーとブルガリアでも、いくらかが使用された。また少数が自家用に販売された。その中には後に、ハインリヒホッケと共に、ホッケアハゲリス社を設立することになるゲルトアハゲリスも、いた。エルンストールデットは、FW56V2 を操縦して、急降下爆撃の実験を行った。機体構造は、胴体が、交換骨組に、ハフバリ。 エンジン周りは金属、木製骨組みのパラソル翼は、ハフバリの翼交段を除いて、後半で覆われていた。固定式の主脚とおそりを持っていた FW56、ありがとうございます。